はい、やってきました、翼ヒットです。第30回メディア対抗ロードスター4時間耐久です。もうね、コース上はね35度ぐらいある、もう猛暑です。で今回はですね、初登場、塚本七海選手。初心者の方でも乗りやすい車なんですけど、タイムを出すのがめちゃくちゃ難しい車だ。皆さんがハマるのが分かりますね。はい、いぶし銀のね人たちが速いですからね、これは。はい、そして、N2 トップドライバー小泉孝太郎。誘いいただいてありがとうございます。数年前予選失敗したリベンジを今日果たしたいと思います。よろしくお願いします。ビデオでは予選割愛してますが、予選アタックした平岡選手、はい、やらかしたおかげで、ちょっと先頭がなかなか見えない位置になっちゃいました。すいません、申し訳ないです。ベストモータリングホットバージョンはですね、第1回、10回と、優勝して20回目は惜しくも2位だったんですよ。だからこの30回目はぜひ取りたいのですが、皆さん頑張ってください。さあ、ライブの方にいることでしょう。はい、まず関係者の皆さん、30周年本当におめでとうございます。世間86番のベストモータリングフォークバージョンなんですが、実は第1回目で出場して優勝してます。そこから30回出場して皆勤賞もらってます。今日はですね、ちょっと事情でちょっと奥の方にいるんですけど、はい、最後まで頑張りますので、86番車ぜひ応援よろしくお願いします。実はこっそり山野哲也に、技を昨日電話で聞いてきたんですけど、その通り走れなかったですね。去年よりタイムがっくり落ちて、ショックです、かなり。今年予選行ったんですか？まあ行ったというか、やっぱり決勝に対してガソリンも、ね、温存しながら、ハーフスロットルで走りました。ポールを獲得したのはレブスピードの堤優衣選手。MX5 グローバルカップでも優勝したロードスター使い。まあ、皆さんがタイムを出してから、谷口さん戦法で最後にタイムを出すっていうかっこいいポールの取り方できました。今回の話題の一つ、なんと豊田章男社長がトヨタイムズのドライバーとして参戦。ビーアドライバーで人馬一体となっているリレーシングを始めたいと思います。ホットバージョンの1番手は塚本七海。24台中16番グリッドからのスタート。さーて、始まりますよ。スタートはですね、このメディア対抗のレースは編集長じゃなくて副編集長か女性ドライバーってことで、前には偉い人がたくさんいます。まだまだ気温30度以上、ここから4時間の戦いが始まる。前が J-WAVE さん、横がルボランさんですね。このスタートからの数周がめっちゃ荒れるっていつもねベズモで見てるんだけど、それを私がやることになってどうしようかと思ったんだね。マツダの前田常務によるフラッグでいよいよスタート。さあ見えてきました、この対決は秋の形です。クラッチ蹴り、そう、この人もドリフト野郎なんです。おお、タコってるやつがいるよ、やめて、本当に。チームオーダーは5周全開でトップに浮上、あとは平均燃費を 5.5 キロ以上に上げてポジションキープ。うわ、めっちゃ混んでるんですけど、外から行っちゃうよ。見てるかな、見てるかな、見てない。皆さん、うわー、
ブレーキが手前ですね。ここだ、行けい行けい、スリップ行けい。これね、ここ誰が踏め踏め、まあ、踏め。いけないよ。もう本は鳴らないのよ。見てて、ちゃんと見て。怖い。私のも早いと思うけど、見てるかな。予想以上の混戦に手こずりながらも、塚本は3ラップでなんと3位まで浮上。そして2位を走るトヨタイムズにも急接近。ちなみにドライバーは森蔵さんではございません。あれですね、多分エコ走行してるな。これで2位にポジションアップ。残るは最も手強い相手、最多優勝回数を誇るゼッケン27ティーポ。27号車ティーポさん。これはね、でもね、ちょっと立ち上がり重視で1コーナーで抜けるように努力しましょう。締めてくるの。今1周 3.4 ってさっきより燃費悪いな。練習の時危なくない？ちょっと今の見た？もう塚本さん怒っちゃうよ、こんなことすると。な、車はぶつけたらダメだから。狙いましょう。流れすぎてるから、ここの立ち上がりいけるかも。寄せてくるティーポの動きを予測してクロスラインで立ち上がる。ここの立ち上がりでいくしかないね、こういう人は。どうも。6周目でついにトップに。カナダ86番のホットバージョンロードスター。オーダーより1ラップ多くかかったものの、見事トップに躍り出た。いや、本当も塚本様々ですね。すいません、ありがとうございます。結構もうタイヤきつい、そして燃費もきつい。2位以下が先にピットインしたので、ピットからは極端な燃費走行の指示を出す。今燃費 5.7、 多分ねこの手前から離しても回れるね、ブレーキなしで。トップをキープしながら平均燃費もオーダー以上に応えた塚本に、ここでピットインのサイン。こっから40キロ、気をつけて。よいしょ。60秒のハンデストップ。ハンデしょうか、ハンデしょうか。まだ降りない。4、3、2、どうぞ。家族の声援を受けながら2番手ディレクター2例がスタンバイ。塚本からバトンを受ける。
エンジンストップ、エンジンストップ、塚本七海ミッションコンプリート。とりあえずトップに出ることができたので、ペースを落とせっていう表示があったから、プレンビー 5.7 とか 5.8 ぐらいで走って、前半の前回の時は 2. いくつだったんですよね、もう 2.3 とか 3.4 とかそんな感じだったんで、その分をこう埋めれたらいいなと思って、後ろに追いつかれそうになったら、時々回転数をもう少しこう引っ張っちゃうと一気に 0.1 ちょっと燃費が悪くなったので、なったら2速を使ってちょっとトルクをかけて立ち上がるっていう風にして、シンプルに楽しいで、多分初心者も運転してて楽しいし、こういったね、大先輩方がいろんな引き出しを駆使して走るのもすごい楽しいから、ちょっとだけ分かった気がします。ちょっとだけ車と仲良くなる。さあ5時30分を回りました。4時間耐久が始まってからですね、1時間半が経ちまして、もうそろそろライトオンも見られる頃かなと思います。現在ですね、トップはゼッケン50番のカーグラフィックロードスター。私たちはですね、実は名誉のハンディキャップ1分を消化しまして、現在ですねシングルに入ってますね。へへー、ちょっと今2レーサー頑張ってますよ。ゼッケン86番で、この後ですね、みんなでバトンをつないでいって、もう少し上に上がりたいと思います。オリダーファンの高木くんがお手伝い。今2レーサーから今度小泉さんに変わりますので、はい、頑張ってもらいたいと思います。今ですね、計算によるとあと3リッターしかないという計算なので、この後ですね、小林学さんに交代してもらってちょっと帳尻合わせをする。幸太郎は同じ回転縛りで走行する松田陣馬一体チームとギリギリのバトル。さらに夕闇がドライバーの感覚を惑わせる。30年目を迎えたロードスター、かつてのデスモキャスターたちにも聞いてみた。なんといってもすごいのはね、ロードスターが変わってないってことね。もちろん性能も上がってるし、なんといってもね、1500cc で、タイム的にはすごい速くなって、しかもガソリンは昔よりもはるかに少ないガソリンで走ってて、でも周回数トータルはあんま変わってねえと、進化を感じますね。と進化を感じるのと、あとドライバーとしてこれに出てると、ずっと同じ気持ちで楽しめるっていうのが本当に素晴らしいです。だからこの感じっていうのをね、ロードスター買ってみんなに味わってほしいなと思います。でも今や年に1回しかこれしかレースやってないので、昔は懐かしむアルバムのような感じで、つくは随分走ってきましたけども、まだこれで走れるという楽しみでもありますし、自分の1年に1回のね、目標としてこれからも続けてもらいたいなっていうのは思いますね。僕がベストモーターに出てたのはもう20年近く前なんで、でもああいうメディア僕も大好きなので、また機会があればね、声かけてもらって、ガンさんとか土屋さんとかとバトルしたいなとまだまだ思ってます。楽しいです。サーキットやっぱり楽しい、走るっていうのがすごく楽しくて、で例えば本当にパスしてもらった時とかに、その皆さん手を挙げてパスしてるとか、そういうなんかスポーツマンシップでも改めてモータースポーツも楽しいし、ただですね、練習しなきゃいけない。イコールコンディションの車で
こっちもきっちり回して踏んでるはずなのに、なんでこんなコーナーで差が出るんだって、まざまざと見せつけられた。ますますいろんなベストモデルをはじめビデオを見て勉強しようと思いました。森蔵さん、豊田章男社長がこのマツダのイベントにドライバーとして参加する、しかも僕一回の2000の同じように同じタイミングで走ったんですよ。浮かれましたもういい思い出になりました。あの森蔵選手に抜かれたのがすごくいい思い出になりました。まあ、やっぱりこう業界の仲間ですけど、まあみんなで楽しくで盛り上げようっていうのはいいと思うし、まあ、今回特にファンサービスもね、ちゃんとやろうってことで、まあ、これができればもうちょっと9時間耐久とかね、まあ、やがてこれの24時間レースなんかできたらすごい面白いですよね。もう今日はもう久しぶりにウォッシャー攻撃やりましたよ。いやー、30周年のロードスター、まあ、これまで何レースかな、結構出てきましたけど、いろんな出来事ありましたよ。まあ、最終アンカーを大体やらされるんですが、まあ、最終ラップ止まったこともありますし、それから予選アタック2番手タイムだったけど、不可解な4打作らったり、不可解じゃない、後からも本当に外れたっていうこともありましたけど、まあ、いろんなことがあって、でも本当に車がね、天候が暑くても夜になってもすごく操縦性がいいんで、一つ問題はですね、もう遊びたくなっちゃうんですよね、走りやすいので。それをいかに抑えるというのがちょっとやっぱり別物で長いことやってるとね、抑えきれないんですよ、ついつい踏んでしまう、そこだけが問題ですね。でも今のところ調子いいので、いけると思います。少なくとも別物より前にいけると思います。レースは完全なナイトレースへ。孝太郎は燃費を上げながら踏ん張る。大丈夫なんかな、燃料。さあ、小泉さんのですね、スティントでなんと3位まで上がりまして、トップ4、5ぐらいまで同一周回という順位が入れ替わったりとか、すごい面白い展開になってます。この後ですね、小泉さんから小林学さんに変わるので、いよいよ給油が出てくるのと、あとそれぞれのこう上位がなんかガソリンが足りなくなってきたりとか、ちょっといろんなドラマが見れると思うので、こっから面白いですよ皆さん。チャンネルはそのままで。運に貢献したいアロースター用のタイの開発となります。中華いらっしゃいます。今なんですけど、孝太郎さんの残量がちょっとやばそうなんで、想定より早めにピット入って給油して、その代わり僕がちょっと長く走ります。1人がドライブできる時間は50分まで。残り100分を切ったところで孝太郎がピットイン。はい、障害予定、給油して。やべえと思って、バッチリだよ。やべえぞと思って、ここで止まったら、残り1時間30分。最後の20リッターをどう使うかで勝負が決まる。心配期待も。最後まで頑張ってね、キューハン。ピット。結構いいペースで走ってたんですけど、燃料のランプついたから、これやべえじゃねえかと思って、でも小林さんが 5.4km の平均燃費だったらいけるって言ったんで、最後に6km ぐらい、6km ぐらいで走れたから、まあ、ピットを信じてよかったです。コースインした段階でポジションは2位。しかしここで思わぬアクシデントが発生。熱中症のコースマーシャルを救出するために救急車がコースイン。だから救急車引っかかったんだよ、学ぶ。30だからだ。コースインした学ぶは救急車の真後ろとなってしまい、スロー走行を強いられたのだ。救急車が立ち去り、レースは元のスピードに復活。しかしトップの松田陣馬一体チームとのギャップは広がってしまった。スタートから3時間経過しました。残り50分、アンカー平岡の出番。はい、エンジン
さあ最後のピットインです。これからですね、平岡さんが頑張ってくれます。クラッチがダメ、クラッチがダメ。燃料はどうですか？燃料きついっす。今いった 6.1 ぐらいで走ったんですけど、はい、それでもやっぱ4分の1ないんで、結構辛いです。あの救急車が急にコースに入ったんですけど、多分ちょうどその後ろについたと思うんですが、あれでまず、イエローコーションが出たんですけど、後ろに結構車いたんですよ。そしたら後ろからガンガン抜いて車いたん で僕は止まったんで、救急車の後ろ何台かペナルティで多分食らうと思う。結果順位はトップに浮上。しかし平均燃費をクリアしていたにもかかわらず、ガソリン残量が作戦より少ない。ピットは後続のペースを見ながら平岡に指示を出す。上げよう上げよう。ペースアップの指示に対していまいちタイムが上がらない平岡。不安ムードのピットにまさかのアナウンスが飛び込んだ。止まった。うん。ガス欠。もう動かないんだって。車安全だ。残り20分。ガス欠リタイア。原因はスタート前の満タン時に暑さのあまりタンク内で気化したガスが抜けきらず満タンにできなかったことが考えられる。エンプティにつくタイミングが計算と全然違って早いんですか？エンプティがついてからのガス欠になるまで異様に早いんです。残り5分、初登場のトヨタイムズが松田陣馬一体チームをパスして2位に浮上。そして4時間にわたる激闘をトップでチェッカーを受けたのはピストン西澤率いる J-WAVE チーム。森戸選手が内閣選手と J-WAVE チームと高い拍手を交わっていらっしゃいます。はい、森選手がコントローラーにいただきました。それでは、4時間の長いレースが終わりまして、今チェッカーを受けた車両とスタッフたちが向こうで盛り上がってますが、我々のところには車がありません。24台中24位という結果になりました。はい、まあ、最後アンカーどうだったの？はい、今回全部悪いみたいな。もうケチョンケチョンですよ。もうクソ味噌です本当に。すみません。でもまあね、あのね、予選15位6位、それが悪いんだな、ね、長かったな、あのポストにいる時間。まああのね、我々も、視聴者の皆さんも途中までは夢が見れたというレースでした。皆さんお疲れ様でした。最後はマシンをピッカピカに。ロードスター今年もありがとう。来年もよろしくね。